こんにちは、MD ジャックです。アイです。皆様お元気ですか？今回もよろしくお願いします。今回は久々の TWS で、ソニー WF1000X M4 です。まだそれほど聞き込んではいませんが、自分の理解度も上がるので、いつものように波形と音質比較動画を制作しました。WF1000X M3 は、タイミングが合わず買いそびれていたので、今回のモデルを待っていました。スペックや機能については、検索すれば溢れるほど情報があるので、今回は一切割愛し、基本的に音にフォーカスして、この動画を制作しました。それと、このモデルに関するレビュー記事を一切読んでいないので、先入観はないつもりです。少し使ってみて気になる点が、2つありました。デフォルトでは上記コントロールがアサインされていますが、音量コントロールをアサインするには、左右どちらかのコントロールと差し替えになるので、改善してもらえないかな、と思います。2つ目は、コントロールアプリ内の EQ が5バンドでちょっと少ないと思いました。Amazon Music HD の EQ も5バンドなので、コントロールアプリ側で15バンドぐらいまでおメニューで切り替えられたら嬉しいです。今回は上記のような条件で収録しました。いつものことですが、マイクは性能差をなくすために一つだけ使用し、左右の音を別々に収録し、後でタイミングとレベルを合わせています。原音とアクティブノイズキャンセリングオンとオフで比較していますが、アクティブノイズキャンセリングオンとオフは、同音間への差し替えを行わず、片耳ずつ、アクティブノイズキャンセリングオンオフで続けて収録していますので、同音間への差し方の深さの違いはなく、同条件と言えると思います。アクティブノイズキャンセリングオンオフの違いは、聞いた感じではほぼないと思いますが、波形上では差分が出ています。収録の時点で音の良さを感じており、いつもは2分でまとめるのですが、今回は3分収録しています。では音質比較動画です。
は愛がお伝えします。愛は予約するのが遅かったので発売日に買えなかったんですが、ジャックさんからお借りして聞き込んできました。バーク4を聞くと良い音の概念がアップデートされますね。 USB タックのレビューでも感じましたが、良い音と感じる部分は音ではなく空間だったり立体感だったりしたことに気づいたりして、とても興味深いです。では始めますね。アクティブノイズキャンセリング、オフとオンの状態の波形を重ねました。今まで見てきた波形と大きく違う点はここです。大抵はグレーの基準線より下にこんな風に減衰カーブを描くのに慣れていましたが、マーク4はここが落ちません。それと 4kHz 付近から上でのピークがあるにはありますが、基準線より下になっていて、これもあまり見かけません。記憶では KZ、ASX と ASF ぐらいでしょうか。アクティブノイズキャンセリング、オフとオンでは 500Hz を中心としたこの帯域がアクティブノイズキャンセリング、オンの時に少し膨らみます。間違いなのかと思ったので、別のイヤピでも試したのがこれです。どのイヤピを使用しても同じように、この帯域が少し膨らむので、間違いではなさそうです。ただ、この程度のレベル差だと聞いてもわからないレベルだと思うので、アクティブノイズキャンセリング、オフとオンでの音質の差はほとんどないように思います。外の音が遮断されるという意味では聞き心地は当然変わりますし、電車やバスなどの低域の干渉も減るので、そういう意味では変化するとは思います。今回は比較として他社製イヤピを3種類測定してみましたが、主に 4kHz 以上での変化が大きく、高域がもう少し欲しければセトナイヤーフィットを、さらに落ち着かせたければファイナル E タイプまたはスパイラルドットをといった感じです。純正のイヤピ EPNI 線がちょっと高めなので、別のイヤピだとどうなるか興味あって試しましたが、お好み次第といったところでしょうね。騒音のあるところで試してはいないので、今後少しずつ試してみてまた結果を動画にすることもあるかと思います。はい、愛ちゃんありがとう。波形をパッと見たときに中域を落とさず高域を随分抑えているなぁと思ったんです。でも実際聞いてみると低域はちょっと強めに感じますが、量感がある割に他の帯域に限るほどでもなく、中域の減衰カーブがないので相対的に見て低域が強すぎなわけではないんですよね。 5kHz ぐらいまでの高低のレベル差が 6dB ぐらいしかないので、かなりフラットを意識していると思います。高域については接続が SBC でもそれなりに広がりは得られますが、 LDAC 接続と比較すると差は出ます。この高域のチューニングは LDAC 接続前提玉と推測しています。刺激の少ない優しい高域に感じます。あくまでイメージですが、レベル的には高域が少し抑えられていても帯域ごとに別のレイヤーに割り振られて響いてくるという感じで、帯域を3次元で表現していると感じ、音の分離がいいので低位感が抜群です。レイヤーという考え方は動画や画像編集をされる方ならつかみやすいイメージかと思います。それとダイナミクスの表現がすごくいいですね。これは LDAC 接続で 24bit 96kHz の音型とも言えるかと思います。アプト X アダプティブで接続した別モデルと聞き比べましたが、広がり、奥行き、ダイナミクスの差、いずれもマーク4が1枚も2枚も上手でした。比べた別モデルは5000円ぐらいでしたが、コスパはかなり良く、接続コーデックの進化は音質格差を縮めてくれていると実感しました。この別モデルも近日動画制作します。音場が広く、ダイナミクスの表現が素晴らしく、低位感が抜群と、WF1000X マーク4がいいのは分かっているので、予算との折り合いがつけば入手して後悔はないと思います。今後の動画でもマーク4は比較対象としてたびたび登場しそうな予感です。ということで、ソニー WF1000X マーク4の音にフォーカスしたレビューでした。ではまた次の動画で。ご視聴ありがとうございました。 MD ジャックチャンネルはイヤホンレビューを音と波形た言葉で表現します。チャンネル登録お願いします。